三つ股大樹は東京都葛飾区出身のプロ野球選手。宇藤右内。中日ドラゴンズ所属。6歳の時に、後の監督となる岡田明信のサインボールでキャッチボールしたのをきっかけに野球を始め、中学時代は江戸川南シニアでプレーする。習得校では、投資兼遊撃手、AS で4番として活躍。2年夏に都大会ベスト8。 三年春では、都大会準優勝をしており、この大会では基本類だが二回戦の、明星高校戦の一本だけという結果であり、9位、請球が抜群で非常に飛びにくい球筋であった。この大会をきっかけに少しずつブレイクしていった。三年夏には、決勝戦の山下幸る要する関東一高戦で、高等を見せる。打っては7回に逆転的時打を放つも8回に、 足がつってしまい、交番その後さよならで破れて、甲子園を逃す。高校通算18本塁打。2010年10月28日、プロ野球ドラフト会議でオリックスから2位指名される。高校では、投手としても活躍したが、スカウトからは、長打力のある打撃、強権、フィールディングの良さなど野手としてのセンスが変われ、プロでは、内野手一本でやっていくこととなった。 また2011年1月5日には、故郷の葛飾区社会福祉協議会に100万円を寄付している。オリックス時代2011年、1年目から2軍で103試合出場で打率。225ポジションは遊撃士固定で起用されたものの失策は、リーグトップの27と課題を残すなどプロの壁に当たったが、この年の2軍選手で唯一規定打席到達を果たした。 またこの年のフレッシュオールスターゲームにも出場した。2012年2軍で主に遊撃手として86試合に出場し、打率220を記録。8月7日に1軍初昇格を果たすと、翌8日にプロ初出場を果たした。同月14日に一旦登録抹消となったが、9月に最昇格し、同月22日のロッテ戦では、藤岡隆弘から、 プロ初アンダを含む2アンダを放ち、4試合連続アンダを放った。最終的に9試合に出場して打率238を記録した。2013年1軍では主にダイソー、守備要員で21試合に出場したが、打率は100に終わった。2014年7月29日に岩崎京平との交換トレードで中日ドラゴンズへの移籍が発表され、 翌30日に公示された。2014年8月17日の東京ヤクルトスワローズ戦で移籍後初めて出場。その後も一軍に残り9月21日の阪神タイガース戦では岩崎優からレフトポール直撃のプロ初本塁打を放った。2015年ダイソーの1試合のみの出場で2軍暮らしが続いた。2016年15試合に出場したが、 125とアピールできず6月下旬以降は2軍暮らしが続いた。2017年は8試合の出場に止まった。2018年は1軍出場なしに終わった。高校時代はピッチャーとして最速149キロの直球とスライダーを駆使する本格派投手であったが野手としても4番に座り、同じくオリックスに指名された塚原翔平から練習試合で120メートルの 本類打を放つなど長打力と強権が魅力。ありがとうございます。